V タウンながら店とは、岐阜県岐阜市ながら東にあるショッピングセンター。1997年11月13日開業。バローながら店を各店舗とするショッピングセンター。近隣では単にバローと言われる場合が多く、V タウンと呼ばれることは少ない。なお、駐車場は店舗東側にある平面駐車場のみだが、店舗へは道路を横断しなければいけないため、 と、土休日は横断歩行者が多い箇所に警備員が配置される。など1997年開業当時は、藤屋ホームセンター、スーパーマーケットバロー、山田電機、テックランド、岐阜ながら店、服部家具センターという店舗構成であった。また藤屋ホームセンターは南側、スーパーマーケットは北側にあった。その後2005年11月19日に、 大幅なリニューアルが行われ、その際に、藤屋ホームセンターが閉店し、スーパーマーケットが、現在の位置に移転、さらに赤のレンガ級スーパーマーケットの位置にオープンした。2012年10月28日には開業以来、入居していた2階テナントのハットリカグセンターが閉店。その後、同年11月23日には、ハットリカグセンターの跡地を使って、 山田電機が増床し、リニューアルされた。2015年10月16日には再度テナント2階の山田電機が改装され、リニューアルオープンされた。ありがとうございます。